慶応に予想外すぎる新型車両が導入されることになりました。京王線では今現在5000系といった感じで、新しい電車が徐々に製造されてるんですよね。しかしながら最近なんと、この5000系ではないまた別の新しい電車ができるっていう話があったですよ。今回はそんな京王の新しい電車に関する情報について皆さんに紹介していきます。それではまず京王2000系という今回新しく登場する形式について皆さんに紹介していきましょう。京王2000系電車は京王5000系の顔を変えた雰囲気がしますね。先頭車の顔がいわゆるちょっと従来の5000系とは違うけど、側面の雰囲気がラッピングで少々変わってるとはいえど、このなんかカラーのラッピングの状態はなんか京王5000系っぽい雰囲気がするんですよね。まあこのような感じで京王5000系のお顔をちょっと修正した感じの雰囲気がちょっと個人的に感じられました。ちなみに先頭車の顔、個人的になんか2020系そこら辺をベースにしてんじゃないかっていう風に感じますね。この京王5000系は J トレックって感じで JR 東日本の車両工場を使って作った列車ですが、この2000系も多分なんか J トレックを使ったって感じの車体構造なんですよ。そしてこの先頭の顔のデザインといい、形といい、なんか色合いもちょっとその2020系っぽいんですよね。つまり東急2020系のあの電車の形をベースに多分ヘッドライトをちょっと変更して作ったんじゃないかって個人的に感じました。京王9000系と違ってデザインはいわゆるシンメトリー系ではないんですが、ただなんかクリームのカラリングといい、塗装パターンは9000系に近いですね。そしてもう一個大きい点としては大型フリースペースの導入ですね。車両の1区画7人掛けロングシートのエリア1つに対し座席を撤去して、なんと全てフリースペースって感じで座席がなくなるんですよ。座席を撤去することによっていわゆるバリアフリー化を推進すると書いてますが、この大きい目的としては個人的に混雑の緩和じゃないかっていう風に感じます。この5号車というのは結構都営新宿線とか京王線で混雑するんですよね。あ、ちなみにこの2000系電車、前面の形状から分かりますが貫通扉がついており、おそらく都営新宿線に直通する9000系とともに活躍するんじゃないかって思われますね。この2000系電車は車両の一角から座席を撤去することにより座席がなくなる分立ち客スペースが増えるんですよ。そして混雑しやすい5号車に導入するってことは、その号車はお客さんがよりいっぱい詰め込みますから、結果としてその分だけ混雑が抑えられるんですよね。昔でいうところの6扉車に結構近いイメージでしょうか。6ドアって感じでドアが6個ある車両、確かラッシュの時間帯座席が使えないんですよ。これを使うことで田園都市線とかで特に定員を増やして無理やり輸送力を上げたんですが、今回特に5号車に導入したってこともあって、なおさらそういう雰囲気が結構するなーっていう風に感じます。ちなみに今回この京王2000系の導入計画ですが、たったの4編成、一応10両編成ですね。こちらの電車はたった4編成しか導入されません。このため結構数は少なめっていう印象を受けますね。おそらくですが京王5000系をベースにこちらの電車は製造されたんじゃないかっていう風にやっぱり改めて感じました。というのも4編成という数は非常に少なく、たった4編成の普通の通勤電車を作るっていうのはちょっと合理性に欠けるといえば欠けるんですよね。わざわざ中途半端に小さい数を導入していくと結構中途半端に終わることが多く、まあ、正直言って結構設計とか保守の面で苦労する場合も多いんですよね。そのためおそらく個人的には多分これ京王5000系と同じ足回りのシリーズを全部使って、車体も基本的に前面以外は同じだから、まあ一応塗装だけちょこっと変えてなんかそれっぽくしてんじゃないかっていう風に感じますね。なお転換クロスシートは一応この5000系そっくりさんの2000系には搭載されないそうです。ロングシートを搭載しており、また
まさかのつり革は5000系を踏襲し、まん丸なんですよね。なんか京王9000系とかになると、つり革が E231 系中距のものですが、京王5000系で丸に変更され、まさかの、この2000系でも丸いものが継続されるっていう感じでしたね。また、ドアとドアの間にある上側の液晶ディスプレイも撤去されており、ディスプレイについてはまあ残念ながらちょっとコストカットされてるっていう点は否めませんね。このようにして個人的になんかこの京王2000系電車ちょっとコストカットされてる要素も結構あるという風に感じました。座席についてはちなみにカラーリング赤でもなくまさかのオレンジって感じで、これまでの京王にはあまりなかったカラーリングですね。京王9000系までなんかずっと赤とかそこら辺をベースにしていて、京王の5000系ではちょっと座席のデザイン変わりましたが、この2000系でもまたパターンがちょっと変わってるなーっていう印象を受けますね。袖式版についてもなんかちょっと従来の形式とは若干違ってガラスが入ってる感じですから、なんか少し変わった雰囲気はしますね。ただやっぱり足回りといった基本的なそういった部品については結局この5000系と共通化し、まあ、そんなに変遷数を多く作んなくても管理に困らないような構造になりましたね。それではこの京王5000系電車今後どういう風に使われていくのか予想しましたので皆さんに紹介していきましょう。おそらく個人的には京王7000系の6プラスの4の編成、もしくはこの京王9000系8両プラス京王7000系2両の組み合わせ、これを潰そうとしなかったという風に思うんですよね。特に6プラス4の編成は真面目に潰されそうな感じがします。この6プラス4の編成はどういう感じかっていうと、京王7000系のうち6プラス4で使われるうちの特に6両側は初期の更新車であまりリニューアルされてない点があるんですよね。自動アナウンスの未搭載とかそれはもちろんのこと、それに加え車内もまあ、ちょっとやっぱりくたびれてる感じますし、何よりこの7000系って現在置き換えされてる形式なんですよ。そう考えるとこの7000系の代替を考えると一番最初に交換すべきグループなんですよね。特にこの6プラス4ってのが結構大きく、この京王では昔ジョーカー事件でなかなかにこの非貫通編成のリスクっていうのが示されたんですよね。その6プラス4の編成を減らすためにやっぱり重量固定にするっていうニュアンスが強いから、多分これを代替する目的で作るんじゃないかって感じました。8プラス2についてはまあどちらかというと予備編成とか緊急編成、それに近い感じなんですよね。まあ最近はなんかこの8プラス2って結構な頻度で走っていて、なんなら2編成ぐらい稼働していることも多いんですが、もう実を言うとこれ自体結構イレギュラーな編成で、もともとこの8プラス2というのは連結一応する運用は昔あったけど、最近になるとダイソー以外なかったって感じなんですよね。ただそれでも最近は重量編成の運用数を増やすとかそういう政策の都合で車両が不足しているため、この編成がまあ実質なんか半年1年ぐらい固定されている状態で運転されているって話も聞いてますから、まあそうなってくると、やっぱりこういった固定編成を増やしたいっていう目的も結構今回のこの貫通編成を結構大々的に PR している点からも感じましたね。やはり7000系と比較するページもあり、7000系と比べ 20% 省エネ性能向上と書いてますから、やはりこの2000系電車は7000系を交換するつもりが非常にあるんじゃないかって感じましたね。あとはなんか DX とかそんな感じで、なんか最近の流行りの言葉に便乗して書いてるだけの文章という感じですから、まあ、正直言って個人的に見た感じ、全体的には京王5000系のマイナーチェンジという感じで、あんまりなんか京王5000系が走ってる以上そこまでインパクトはないんじゃないかって風に感じましたね。ただ京王5000系っぽい電車が都営新宿線を走る機会増えるってなると、これはこれでなんか都営新宿線またちょっと電車が新しくなるなーって気持ちになりました。それにしてもこの電車、2020系の登場から約10年くらいも経過してるんですが、未だにこの設計をなんか利用して作ってるのはびっくりですね。この東急の2020系シリーズって確かもう2017年とか16年くらいが確か出た記憶があるんですが、まあ、そっから約10年ぐらい経ってもまだ、そのベースの新車が出てくるっていうのはちょっと個人的に意外だなって気持ちになりました。
なんなら2020系に対する2000系って感じで名前も似てますしね。なんかこれは縁があるんでしょうかね。ちょっと個人的に気になってまーす。まあ、こんな感じで今回はこの KU5000 系の後継者とも言えるのか、ちょっと微妙な2000系について紹介しましたが、他にもなんか西武とか近鉄とかそのあたりでなんか新車だったりとか代替車両の話が出たんですよね。なんなら西武についてはもう代替の話についてちょっと分析した動画を作っちゃったんで、また近いうちに投稿する予定ですが、久しぶりに投稿頻度がまた上がるかもしれませんね。最近当チャンネル鉄道ネタがなさすぎて、異常に投稿頻度が下がってましたが、ようやく復活し、またまたいっぱい電車のお話ができるかもしれないなぁと思いつつ、まあそれでもバブルは短いんで、またちょっとしたら結局また低浮上になるかもしれませんけどね。まあとはいえ興味があったらぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。